こんにちは。心理カウンセラーの高森です。睡眠が不安定になっておられる方の中には、布団の中でいろんな活動をしているっていう方もいらっしゃいます。で、これを改めるだけでもかなり睡眠の質は上がっていくと思いますね。と言いますのは、布団の中でいろんな作業をしますと、そういった条件付けができてくるんですね。布団にいるとむしろ活動しようみたいな感じが、自分の中に条件付けができてしまうということがあるんですね。その逆に、布団には眠い時、眠る時以外は入らないというふうにしますと、布団に入るイコール眠くなる、寝るものだという条件付けができてきますので、これは睡眠を促進しやすくなります。このメリハリをつけて分けていくということも、質のいい睡眠をとるための習慣としてプラスに働くかと思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。